限することでドクターはその状態を観察をして適切な処置をする必要があります。で今までのシミュレーターだったら具合が悪くなった状態から始まるんですけど、これは状態のいい状態から急に具合が悪くなるというのを表現して、トレーニングすることができます。